おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、8月17日、4時28分ですね。今月の指針は3つほどちょっとお伝えしようかなと思っております。今月はですね、セルで行くよってことを最初に申し上げました。そして、2つ目なんですけども、ブレイクポイントは110円の335でしたよね。110円の335を割ると、そこからはセルがぐっと進むんで、ここに備えておきましょうというふうに申し上げて、結局110円の335を割ったわけですよね。それから現在、価格がですね、109円の229ということで、1円以上下落に向かったわけですよ。いや、これほど明確な、指示の仕方はなかったと思いますね。もう今回はほとんど指示でしたよね。私の相場解説よりも、ここ終わったらセルで入んないと、もう得しないですよと、大損ですよ、みたいなことを申し上げました。本当に綺麗にピタッと決まりました。で、3つ目はフォーメーションなんですけども、フォーメーションについても私言いましたよね。上は同じだけども、下はこういう風に広がっていくよっていう、こういう風なね、放射状に広がっていくようなフォーメーションでした。今日もね、そのことをちょっと織り交ぜながらお話ししていこうかと思います。まだまだセルの方続くんじゃないですか。こちらです。はい、今まずデイリーを見ていただいてますけども、3点目に申し上げた放射状のなんとかかんとかっていうのはこれですよ。ここを線引くでしょ。ここはだから横に揃ってるわけですよ。でもあとは、下の方はこうやって広がりながら行ってるんですよね。つまり、ここからトレンド転換を起こして、下の方に行ってるわけなんですけども、もう上は行くところがもう決まってるんですよ。でも下はどんどん広がってるんですよ。ね。上は行くところ決まってる。下は広がっている。この流れで行ったんで、ここで私が行ったんですよ。もう一回下がりますよと。かなり下がりますよと。でも、一応用心のために、110円の335まで下がることを確認して、そこからセルで入りましょうっていうふうに申し上げて、今月進めてきたわけですよね。で、一発目にドーンと下がりました。まだ、下落の余地がありましたんで、このあたりまで。ですんで、もう一回セルに入りましょうというふうにお話したら、セルに行きましたよね。だから最後のチャンスです、あとは。ここまでに。達するのにね。もう一発セルが来ますけども、ここまでで大きな利益を取った方は、もう見てるだけでもいいと思いますよ。3発目を無理に行ってね。結局、絶対こうなるとは言いませんから。ただ、ここまでうまくいったんで、ここで利益確保して、あとは見てるだけっていうのが賢いですよね。ただ、リスクを負いながらもう最大限取っていきたい方は、ここからもういっぱい、セルを入れていく必要があると思います。ただ、今までね、どうしても勇気がなくて入れなかった方は、もう一回、ここからセルに入っていくってことを決めてもいいんじゃないですかね。もうすでに勝率は五分五分になってますけどね。だから最初からリスクリワードのいいうちに入っとかないと、なかなか投資は勝てないんですよね。よろしいですかね。はい。じゃあ次は4時間見ていきます。ね。月の始まりにセルで行くよという方針を申し上げて、どこからセルに入るのか、110円の335ですよと。で、そしてフォーメーションの方も先ほど見たいにね、お知らせしていると。これでついてこれないんだったらもう私の相場解説見てもしょうがないと思いますよ。いや、かなりの利益ですよ、今回は。ね、8月に、ふさわしくない利益です。通常ね、8月ってのは利益が取りにくいんで、あんまりやるなって言われるんですけども、まあでもね、ここまで明確に8月の方向性が決まってるんだったら入らないとね。で、4時間の方を改めて言いますけども、トレンド転換が始まったのはここです。ね。転換するよって申し上げて転換しましたよね。で、ここでぐちゃぐちゃぐちゃと横ばいになったでしょ。一旦下がって横ばいの後は大きく下に下がる可能性があるよっていうふうな申し上げました。そして、110円の335はまさにこのボックスの下のあたりなんですよ。ここね。ここを割ったら大きく下に下がるから備えてくださいよってことを申し上げました。そして N を書いてもう一回下がるんじゃないかなってところで、こういうふうな形になってるわけなんですよ。この N につきましては1時間ではっきり見えると思います。ね。そしてセルの流れは少なくともここまで続くというふうに思っておりますんで、ここまでね。だから今相場解説を見て、これからエントリーしようとするんだったら、もう今エントリーして、このセルを狙ってください、セル幅を。もちろん、リスクはあります。絶対にそうなるとは言いませんけども、かなり高い確率で、今からセルに入っても勝てるということを申し上げておきます。価格は108円に、ね、プライスはね、108円の方まで食い込むと思いますよ。では、1時間の方行きましょうか。はい、1時間ですが、トレンド転換をしたのがここ。一旦下がって、横ばいのボックスを書いて、110円の335、ね、ですね、ここ見てくださいよ。ここは345ですからね。まあ、ですんで、おおむね、このあたりってことです。
ここをブレイクしたら大きく下に下がるって言いましたよね。で、昨日は一旦組み上げて下がる可能性もあるよってことだったんですけども、そうなりました。ね。そのまんま下に行くこともあったんですけども、一旦組み上げて N を書くようにして下がった時、こう言ってのは、下がり幅が大きいはずなんで、移動平均線を見てもお分かりになる通り、もう一発、ここで N を書いてますから、もう一発下にね、大きく下がると思いますんで、迷ってる方は、きちんとロスカットラインを引いてね、リスクがあることを確認して、こっからセルに入ってみてください。ということでね、今月の相場解説も、バッチリ綺麗に決まりましたね。私はね、ほんとロットを3から5に変えてますんで、相当な利益、今回取れてます。多分単月で100万以上の利益が取れたっていうのは多分ね、FX5 年目なんですけど、初めてじゃないかなと思いますね。単月100万ですよ。まあ他にもね、なんか、わけわかんない時にたまたま取れたっていうので、400何十万ってのあったんですけども、それはあくまでもこの5年間でたった1回ですから。それは本当偶然ですから。今回は戦略と戦術をきちんと積み重ねていって、きちんとそれが正解して、で、正解に基づいてロットを増やしていって、ドンですからね。かなり自信がつきましたね、今回はね。皆さんも今月の相場解説非常に分かりやすかったんじゃないですか。結果もついてきますね。よろしかったら1週間一気見の方でまとめてますんで、そちらの方も一回ご覧いただければと思います。それでは、セルに入ってみてください。